ってるかな。どれ撮ってると本当わかんない。まあどっちでもいいと思います。ちょっと着てみますね。全然着る服決まらない。はい、皆さんおはようございます、こんばんは、こんにちは、木島明日香です。はい、今回は冬に近づいてきていますけど、ちょうど私も衣替えをちょっとしたので、まあ、私のクローゼットの中を紹介しながら今日着ていく服をちょっと選んでいきたいなと思います。はい、というわけでめちゃめちゃ部屋着なんですけど、こちらが私のクローゼットです。まあ普通に寝室にあるクローゼットですね。結構大きめです。服はねたくさんあるんですけど、私もう入れ替えがねすごい激しいんですよね。なのでこの下にねいっぱいあったりとかするんですけど、まあ、大体はこの服の中から毎日服を選んでいます。どうしようかな、なんかちょっとテーマとか決めた方がやりやすいかなと思って、まあ、じゃあとりあえず最近ねお気に入りの服とかを紹介していきながら決めようかな。じゃあまずそうですね、これかわいいでしょ。1回ジップの衣装で着てすごい可愛かったんで買い取りをしました。これはリリアン・カラットさんですね。こっちだった。中のねシャツがこんな感じで、ここがねプリーツになってて、このベストのねところからうまいこと出るようになってて、めちゃめちゃ可愛いなと思ってすぐ欲しいですっていう感じで言って買い取ったんですけど、普通にスカートと合わせても可愛いけど、パンツと合わせてもねすごいね可愛いんですよ。カジュアルなんですけど大人っぽい感じで、今まで持ってない感じです。あと普通にこれベストを脱いでこんな感じでシャツ1枚で着てもねすごい可愛いかなと思って、はい、すごい気に入ってます。あとこのベストじゃなくてもいろいろ重ね着できそうだなと思って、ちょっと一回着てみますか。はい、着替えました。こんな感じです。タグがねこっちに今ある感じなんで、もしかしたら出る側がこっちなのかもしれないんですけど、まあどっちでもいいと思います。私はプリーツが可愛いのでこっちで着たんですけど、こんな感じ。可愛いお気に入りです。あとはね最近はなんかもう楽な服がねやっぱ仕事の時は多いんですけど、今日はね、まあ、出かけるコーデということで女性っぽくしていきたいなっていう思いもある。ちょっとこれ今ボタンが外れてるんですけど、最近かな、そう今年のんのの撮影で衣装として着てすごい可愛いと思って買い取ったっていうか、オーダーしたハニーミーハニーのシャツですね。ちょっとこれ見えるかな。わかりづらい。これ着るとすごい可愛いんでね、ちょっと着てみますね。はい、着替えました。こんな感じ。わかるかな、ちょっとね肩が大きいデザインになってて、ここの柄とかが繊細で可愛いんですよ。ちょっと透け感もあって、でねこのシャツは後ろがねすごい可愛いです。見て。後ろが結構ね開いてるデザインになってて、これがちょっとお気に入りポイントで、はい、わかるかな、映ってるかな。一人で撮ってると本当わかんない。こんな感じですごい可愛くて気に入っております。あとは最近ね袖のデザインがあるものが好きで、これとかも、まあ、こう袖にねチュールっていうのかな、そうこういうデザインがあるものとか、これもそうだ、これもアンデミューさんなんですけど、袖にこういうデザインがあるものとか、ちょっと映え服だなと思って YouTube とかにも使えるかなみたいな感じで結構選んだりしてますね。ちょっと着てみる、これ着てみます。はい、こんな感じです。わかりますか、この袖のところがねふわふわで可愛い。ね、女性らしい服、こういう女の子っぽい服も好きなんですけど、まあ、もう24歳なんでちょっとね大人っぽくしたいなって時は、まあ、デニムとかと合わせてカジュアルダウンさせたらいいのかなと思っております。はい、こんな感じで、デニムといえば私すごいねずっと愛用してるワンピースがありまして、カーサーグレインさんのワンピースですね。これ本当にねめちゃめちゃ可愛いんですよ。ちょっと着てみますね。着てみるとこんな感じです。めちゃめちゃ可愛いでしょ。ここのね
スカートの切り替えとか、あとすごくラインも綺麗でめちゃめちゃ愛用しています。はい、なんかもう紹介をしすぎて全然着る服が決まらないでもあのね、今日は友達と外ガーデン違う、なんていうんだっけ、テラス席でご飯をしようかっていう話になってるんで、まだちょっとね寒いと思うから、どうしようかな。ちょっとこれあのお店のハンガーのままなんですけど、アンデミエさんとコラボさせていただいた時のスカートです。これがねすごい評判良くて、この間のカレンダーイベントの時もあの着て着てくれる子がいたりとか、めちゃめちゃ嬉しかったです。このね、このレースが取り外しできるようになってて、でちょっとねあのレースの方が長いんですよ。ここがこだわりポイント。このスカートもすごいねお気に入りです。あとはまあ去年のね春に出したこれもね、私はすごい愛用しています。今ちょっと横になっちゃってるんですけど、これもすごいねお気に入りです。コラボ服はね、やっぱ街中の、ね、人が着てくれてるとめちゃめちゃ嬉しいですね。最近ね、お気に入りの こっちが前だ、このタートルネックがね、色がすごい綺麗で、今ちょっと画面でどう映ってるかわかんないけど、テラコッタカラーです。ちょっと明るく見えてるかもしれないけど、これに合わせてちょっと下も選んでいきたい。これ着たいです。どうしようかな、ちょっと一回じゃあこれ着て合わせてみます。はい、さっきのテラコッタカラーのタートルニットを着てみるとこんな感じ。はい、めちゃめちゃね綺麗な色で、こういうテラコッタ系のニットがいいよっていうのをね教えてもらったんで、結構この冬は愛用しようかなと思っております。これ春にね買ったニットのロングスカートなんですけど、これほんとねずっと愛用できると思って、これもかわいいかも。これもすごいね形が綺麗で、ライトがさ暗いね、ちょっと黒だと余計に分かりづらいんですが、この、ね、下が透けててめちゃめちゃ可愛い。ちょっと着てみます。はい、こんな感じ。ミラオーエさんのスカートですね、マーメイドスカートみたいな感じになってて、めちゃめちゃ形が綺麗で、足元がねちょっと見えるかな、透けててめちゃめちゃ可愛い。これにしようかな。コートとかは玄関の方のクローゼットにあるんで、ちょっと取ってきます。最近のお気に入りのコートです。あのこっちのねコートは結構もう3年ぐらい愛用してるものなんですけど、ルシェルブルーのコートですね。あと今ニャンズのご飯がちょうど出ましたこれもねすごい形が綺麗でめっちゃ可愛いです。ダブルボタンなんですけど、普通に開けてね着ても可愛いです。こんな感じで袖とフロントのね色味が違ってて、あと後ろのねこのイエローのラインがめちゃめちゃ可愛くて、めっちゃ着てる。あとこれ着てるとねすごいとか思ってめっちゃ聞かれるからね、ずっと着てますね。あとはこのコートはアンデミーさんので撮影で着てね、めちゃめちゃ可愛くて、タイガとトアのカラーだって言ってはい、ゲットしましためっちゃこれもねロングなんですけど、私の身長170、めちゃぶつかった、私の身長170cmなんですけど、足首ぐらいまである、全然見えない、見えるかなはい、ロングコートで私のね身長にもねすごい合ってて、この冬愛用したいコートです。色味もね大人っぽくて可愛いし、締めてね着てもめちゃめちゃ可愛い。ラインがね本当に綺麗で、大人っぽくてねすごい可愛いなと思っています。これにします。はい、じゃあちょっとアクセサリーとかもねつけようかな。はい、皆さん私のクローゼット紹介いかがだったでしょうか。私の今日のね服を決めるのにお付き合いいただきありがとうございます。まあ、結構あのクローゼット見たいみたいなねコメントもあったりとかしてたんで、今日紹介できてよかったです。ニータイちゃん今日全然登場しなかったなと思われてたよというわけで、この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。
それでは皆さん今日もお疲れ様です。バイバーイ。